はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで、どうも、モッティのマインクラフト実況プレイ、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、シーズン2パート2はですね、ここに来ました。ドドーン、エンドですね。はい。1.11 で唯一やりそびれていた、シューカーボックスというものをですね、今日は作りたいがために、今日ここに来ましたんで、もう準備もね、おそらく万端だと思いますんで、早速、行きたいと思います。せーの、ぴょーん!さあ、久々ですね。まさかパート2でエンドに来るマイクラ実況があるのかって感じですけど。とりあえずは、シュルカーボックスがある、エンドシティっていうところにまず行かなきゃいけないんですよ。ただもう、エンドシティ自体は一つ二つも攻略済みなので、ちょっとエンドシティ、新しいエンドシティをね、探さなきゃいけないんで、ちょっとその手間がだいぶかかるんですけど、とりあえずはまあそこの、大地を踏みしめるために、よいしょ、ここに、なんちゃらゲータウェイがあるんで、あ!なんちゃらゲータウェイがあるから戻る。ごめん。忘れてた。一個だけ。はい。すいません。ちょっと、エンダーパール忘れちゃったんで、ちょっとエンダーマン10体ぐらい買ってました。そんな、全然出なかったんですけど。ようやく出ましたね。よーし。じゃあ、改めて、ゲータウェイに、ぽーい!さあ、ということで、とりあえずは、危ないですね。一箇所あれですけど、目の前にあるエンドシティはもうクリアしたんですよね。なので、とりあえずね、なんかね、地図が作れるようになったって話を聞いたので、ちょっと地図を作りたいなと。よいしょ。地図を作って、せーの、ポン。で、あ、結構あれなんですね。広いんですね、エンドってね。で、この地図を作っていきながら、地図埋めしながら、まあ、あ、エンドシップってこんな形になるんだ。へえ。まあ、ちょっと最大拡張の地図で、いろいろ探していこうじゃないかみたいな、そんな感じですね。はい。あ、で、地図をオフハンドに持つことにより、便利になったと。よし、じゃあ、とりあえず、第2、第3のエンドシティを探しに出発。絶壁。これ下穴開いてんのこれ。穴は開いてない。危ない。あれ、これは、まさか行き止まり、いや、地続きになって、ない可能性いずあるね、これね。またこれ離れ小島的な何がし?あー。なんかさ、遠くの方にさ、あ、エンド、遠くの方にさ、あ、エンドシティとか、あるじゃん、うわー渡らなきゃみたいな展開ないよねって言いかけた瞬間にあったんだけど。うわー。うわー。うわー。いきますか、これは。やりますか。マジかー。マジかー。行くか。マジか。マジか。やだな。怖いな。やばい、指がプルプルしてるよ。指がめっちゃプルプルしてるよ。やばいよ。指が来た。できた。あっさり。ちょっと、目印立てとこうぜ。目印立てと、目印立てよ。目印立てとかないとさ、絶対迷子になるじゃん。せーの、お、せーの、お、はい。よし。ご近所さんといえばご近所さんですけどねって感じで、エンドシップはないと。はい。エンドシップはないんで、残念ながら、あれ、エリトラはゲットできないんですけど、まあ、それ以外は、とりあえず、シュルカーボックス等々はゲットできる材料があるのかなって感じですね。はい。うわあ、いきなり来た。ごめん。スマニョ。ゲームの果ての都市。なんだそれは。あれ?あれ?入り口。怖っ。ブーン!お前さ、ワープしてこれるの?知らなかった。あ、来た一発目来た。これだ。シュルカーの川。から、ごめん。川じゃねえ、から。ちっす。
あいつそうでしょ。ちなみに、あ、これありましたね。これあれですよね。あの、確定じゃないですよね、確か。あ、すごいめんどくさい、ここ。入り口入んの。よし。じゃあ、久々に行きますか。頭の上に何かがいる。はい。あ、ちょ、待って、マジこういうタイプ。あ、ちょ、え、この上もある、マジ。うっそ。なんだ、やべえ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 。とりあえず、山頂を目指す。うわぁ。痛い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 。殻は落ちてなさそうですね。とりあえず。とりあえず一番頭、てっぺんまで来ましたけど。あ、そこにもいるんです。いった、はぁ？え、とりあえず閉じるか。とりあえず閉じて、倒して、マジか。お前らマジか。突っ込めー、もー、いた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 、こんにちは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 って言ってるじゃん。挨拶してんなよ、こっちはよ。挨拶しろよ、おらおらおら、挨拶しろよ、おら。早く開いて。これ落ちてこないよね。落ちてこないですよね。んで、こっち側は？あ、美味しそうなものがあるけど、ちょっとこれは後にしときましょう。いきます？レッツゴー、ジャスティン！こっちは、痛い。痛い。ベベーじゃなくてさ。いろんな人に助けられて。あー、外側にもいる。やばい、待って、外出ちゃダメだよ。それはダメだよ。それはダメだよ。それはダメだよ。ちょっと待って、やばい、これはま割とガチやばい、ガチめにやばい、ガチめにやばい、ガチめにやばい、なんかいるし。ふう、え、ちょっとこのエンドシティ巨大すぎません？ちょっと割かし巨大な気がするんですけど、え、でかくね。ちょっと待って、え、エンドシティってこんなでかいやつあるの？ってことは、じゃあ、外側に、あ、痛い。ちょっと目合っちゃいそうで怖いっていう。からない。降りれる。痛い。こんなとこあるんすね。へぇ、ちょっとこうやって見ます。え、すごー。なんだここ。初めて見た、こんなエンドシティ。とりあえず帰るか。はぁ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 。あーべ。あ、から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 がからから俺が俺から俺から俺から俺がからかからかからかから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 マジかよー。オッケー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 。オッケー、でも、着地と同時に当たった。さあ、どこだ、出てこい。出てこい、野郎ども。野郎ども、やんのか、こら。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 ほら。やんのか、こら。あ、ブイーン。まあ、ギャー、やべえ部屋来たー。やべえ部屋来たー。なんだ、この FPS。新型 FPS。痛い。痛い。ちょ、待って、殻がいっぱい落ちてるような気がするんですけど。ちょ、待ってくれ。俺はどこまで行ったらいいんだ。あ、頂上に来ました。頂上に来ました。OK! ふぅー。で、散らばった殻がどこにあるかっていう、そういう話？これさ、一段一段降りてくのさ、めっちゃむずいんだけど。殻？とりあえずなんか、あ、殻あった。あ、殻あった。取れた？あ、こんなもんなん？もう一個ぐらいありそうっすけどね。いろいろ探せばね。よし。あ、今なんか二つあったか。よいしょ。ふぅー。とりあえず、てっぺん付近に、ようやく来ましたね。で、宝箱を開けたいと思います。せーの、バーン！ドゥルルルーン！火炎耐性3。氷渡りに爆破。あ、来た！呪縛の呪いだ！え、これ持たない方がいいんじゃないの？なんかゲイズみたいなのに、はめられるんじゃないの？大丈夫？装備せよ！やだよ！だだだーん！
効率4を、あ、効率5シルクダッチ、これ普通に使える。あ、やったぜ。はいですね。あ、まあ、とりあえず、もらっときましょうか。こっち行く？うわー、こんにちは。エンドシティ、でかくない？痛い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 。危ない。あ、カラーもあった。よし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 。じゃあちょっとまず普通の左の箱から、せーの、ポーン。あ、スコップですね、今度はね。耐久力3、効率3、シルクタッチ、あ、これいいね、シルクタッチ効率5いいですね。耐久力後でつけよう。で、エンダーちょっと自分で持ってきたんですけど、こういうのはしっかり回収しておきまーす。殻もね、入れちゃってもいいかもしれないですけどね。まあ、なんか、これは置いときましょう。あ、こっちがね、ラストかな。これがラストでしょ、多分。と、やだー、そこにいるの。やめろー、開けるなー、お前開けるな。あー、チーン。今いくつだ？ 15。 あー、あと1個だけ欲しいな、できれば。あ、あった、じゃあいいですね。じゃあ、ということで、じゃあこんだけ巨大な、エンドシティ探索終了でよかですかね。ちょっとこんなにでかいとは思わなかったんで、ちょっと大変だったんですけど、まあ、ざっと30分程度、ざっくり、探索させていただきましたんで、じゃあちょっとこのまま一回入り口に戻りたいと思いまーす。はい。相当でかいでしょ。せーの。うわー！うわー！これはでかい。入り口から見たときさ、ちょうど縦だったんで、重なってたんですね。だからそんなでもないかなと思ったら、意外とでかいですね。いや、なかなかこれは巨大なエンドシティ突破させて、うわぁ！ちょっとさ。あ、そういうのやめてもらえませんかね。ちょっともう完全に俺今ビビったんで帰ります。帰ります。まあ、なかなかね、この辺のエンドの整備とかもちょっとやりたいですよね、実際ね。いつか時間があるときに。なかなかね、なくてできないですからね。よいしょ。ということで、じゃあ投げまーす。せーの、ポン！はい、帰ってきて。あ、あ、ちょっと待って。あ、地図さ、端っこの端っこ、微妙にギリギリ、端っこの端っこに描画されてますね。へー。じゃあなんか、いつかこう、その斜め方向に、斜めって難しいですけど、橋を建てようものなら、行けなくはないんですね、地続きでね。へぇ、そうなんですね。さあ、じゃあということで、帰宅しまーす。せーの、ポーン。はい、ということで、帰ってきました。で、今から、目的の物を作ります。まず、木を分解して、ぐるっと回して、チェストを作り、なんで消えちゃった？で、チェストを作ったことによって、どれだろうな。あれ？これか、これだ！紫色のシュルカーボックス。はい。せーの、ポーン！できました！紫色のシュルカーボックス。こんな感じで、開けることができます。これちなみに、あれですか？あ、普通のダイヤのツルハシでいけるんですね。よかったよかったよかった。これシルクタッチじゃなくても持ち運べるので、これは結構便利かもしれない。便利というかめちゃめちゃ便利ですね。で、なんだったらちょっと染料になるようなものがあったらいいななんて思うんですけど、ありましたね、一個ね。よいしょ。染料を翡翠卵で作って、せーの、ポン。あ、いける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 。空色のシュルカーボックスってな感じで、まあ、染料と組み合わせることによって、まあ、色が変わりますね。まあ、完全にレイナカラーですね。いいですね。はい。っていう感じで、まあ、今日は、よいしょ。まあ、こんな、唯一やり残していた 1.15 の、ちょ、1.11 の、やり残しをやらせていただきました。はい。てな感じで、また次回のパートでお会いしましょう。また土曜日の生放送でもお会いしましょう。モッティでした。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いやー、ポケモン GO スタジアムに出て以来、ポケモン GO にハマりすぎちゃって、なんか最近毎日毎日ポケストップ回しに行ってるんですけど、未だにサンダー、ファイヤー、フリーザーだけはゲットできないんですよね。田舎って辛い。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。